協力お願いします。10名の乗組員が搭乗していますが、実際の任務運行においては整備員を含め数十名の隊員が搭乗しています。皆様もぜひ特別航空輸送隊の隊員を、そして航空自衛官を目指してみませんか。皆様、右手をご覧ください。政府専用機が潜入してまいりました。白地に赤のラインは日の丸をイメージさせ、垂直尾翼に日の丸をデザインすることで、遠くからでも日本の政府専用機であることがお分かりいただけると思います。安定空港、小沢亀がご案内いたしました。